八戸駅は台湾キールン市段々区にある台湾鉄路管理局の駅、中間線とギラン線が乗り入れる二等駅である。平京線直通の列車以外は東武幹線の全部の列車が中間線台北方面に直通する。隋薫経由の平京線へは当駅発着が週末中心に多く存在している。自強号などの各級列車の停車駅ではあるが、 対合列車については一部のみの停車。非対合列車の区間回車は、西部幹線の列車こそ全部止まるが、東部幹線の列車は通過が多く発生する。寝大に8とカシャバ等が設置されたが、現在の7と駅に位置していた。駅舎内、プラットホーム相対式、島式ホーム3面4線の地上駅で、島式ホーム1面2線が、従間専用。 相対式ホーム2面2線が、議覧専用である。一番ホームは、駅舎と隣接している。ABC 小育園2019、AB 鉄道省、鉄道停車場一覧。昭和12年10月1日現在、国立国会図書館、https コロンスラッシュスラッシュデシリットル .ndl.go.jp スラッシュインフォ、ndljp、ピド、 1207,554低圧左線。台北228記念館。台北228記念館。2020年6月12日閲覧。99年報拡短脚下運機喫量。2011年12月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。台湾鉄次管理局。 100年法拡単脚下運期喫量2012年6月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年6月4日閲覧台湾鉄次管理局101年法拡単脚下運期喫量2013年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年6月4日閲覧台湾鉄次管理局102年法拡単脚下運期 喫料。2014年5月14日時点の,オリ,吉吉時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。台湾鉄寺管理局103年報拡短、客観期喫料。2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。台湾鉄寺管理局104年報拡短、客観期喫料。 2016年7月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年6月4日閲覧。台湾鉄次管理局、105年報拡散客運機、喫量。2017年8月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年6月4日閲覧。台湾鉄次管理局、106年報拡散、客運機、喫量ボリュームオブパッセンジャー&。 フレイトトラフィック。台湾鉄時管理局。2019年6月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年5月5日閲覧。107年報拡端客観期。質量ボリュームオブパッセンジャーフレイトトラフィック。台湾鉄時管理局。2019年6月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年5月25日閲覧。 108年報拡端脚下運気、質量ボリュームオブパッセンジャーフレイトトラフィック。台湾鉄時管理局。2020年5月13日閲覧。ありがとうございます。